経済協力機構とは、10カ国の中東及び中央アジアのヒアラブイスラム諸国からなる国際組織である。加盟国の域内での貿易や投資を促進することを目的とする。西洋における欧州連合に相当する。本部はイランのテヘランに所在。また、経済局はトルコ、科学局はパキスタン、文化局はイランに分割して置かれている。 経済協力機構は1985年にトルコ、イラン、パキスタンの3カ国によって設立された。これは1962年から1979年まで活動していたリージョナルコーペレーションフォーデベロップメントの事業を継承したものである。1992年の11月になると前年にソビエト連邦から独立したいつの中央アジア諸国、 同じく、ソビエト連邦から独立したカスカス地方の国、及び、同時期に、共産主義を廃止したアフガニスタンが参入し、現在の構成となった。1995年には、加盟国のすべてがイスラームを国境とする、あるいは国境に準ずるものとして扱っているという、正確から、イスラム諸国会議機構に、オブザーバーとして参加する権利を付与される。 1996年9月、これらの変化によって、組織の構成を調整する必要が生じ、新たな検証が採択された。その後、2003年7月には、国際連合開発計画の中介のもとに、エコ貿易協定が、加盟国の間で締結され、相互の関税の引き下げが合意された。2005年には、当初からエコに加盟していた、トルコ、イラン、 パキスタンの参加国が経済協力機構通商開発銀行を設置し開発が遅れている国や地域への融資を開始したアジアの国と地域組織の相互関係 VDE ありがとうございます。